のシンボルである天皇陛下に対して先ほど、丸山先生がおっしゃっていただきましたように4個のパチンコ玉をパチンコで発射いたしまして続いて、天皇ポルノビラを銀座、渋谷、新宿のネバー屋上からばらまきその2つの刑事件に関わった法律家であるところの2名の判事と これはあの雪行き亭新軍という大変有名な映画で、これももう30年ぐらい前の映画かな。あの最初に見た頃はもう強烈なインパクトで、びっくりしましたけども、多分ね歴史上日本映画ベスト10ぐらいに入る、ものすごい傑作、日本おそらく日本で戦後作られたドキュメンタリーとしては多分一番なると思いますね。あのマイケル・ムーはもう自分が見たドキュメンタリーの中で一番だとか言ってましたけどね。あすごい映画でね。要するにその奥崎健三っていうね、これちょっとじゃない、もう完全に頭のおかしい言っちゃってるおじさんがその天皇にこうパチンコを打ったりで、まあそこら辺はまだいいんだけど、要するにその自分が戦争中にその上官がですね部下を射殺した事件があったというのをね追いかけるわけで、その元の上官の家にこうカメラ持って直接こう押しかけるわけですよ。向こうが突然そうカメラ持ってさ、このおじさんが寄ってくるからもうねなんか取っ組み合いになったりもうめちゃくちゃになるわけで、そのもうこんなことになってるとかさ、カメラで延々とこう回してるってもう強烈なドキュメンタリー。今だったら人権侵害もいいとこでこれ絶対放送も上映もできないと思うんだけど、まあとにかくねそうしてるうちにこれがすごいのはね、意外な真相が明らかになってくるわけで、まあネタバレになっちゃうからあんま言わないけど、それがね今日のテーマであるその人肉に関わっちゃうわけ。つまりね戦争中はねもう人が人を食うっていうのはよくあったとは言わないけれども、そう珍しいことではなかったという驚くべき真相が明らかになってくっていうねすごいドキュメンタリーなんですけども、このドキュメンタリーをねその人肉ということでね連想してちょっと見てみたんですけれども、これを見てみて改めて思うのはね、天皇っていうものがこういうおじさんたちにとっても未だにこう納得できない存在なんですね。つまり自分たちはこう天皇のため命かけてね、あれだけ危ない目してこう働いたのに、なんか戦争終わってみたらね、あの戦争はやっちゃいけない戦争になったんだということになって、その一体自分たちは何のためにあんなことしたのかよく分かんないと。で天皇に私の話を聞いてくれって言ってそのパチンコ玉とかねやるわけで、元の上官に対してもお前らなんでこのね部下を殺したんだということをこう直接こう聞きに行く。つまり要するにあの戦争ってこう何だったのかということを戦後50年近く経ってもこうずっとこう彼は問い続けるわけですよ。で、まあ、やってることはもうしっちゃかめっちゃかなんだけど、彼のやっぱり問いはすごい正しいわけね。あんなめちゃくちゃな戦争をやった人が全然責任も取らないで日常生活を送ってるってことがけしからんとね、部下を殺したようなやつがね何にもお咎めなしで BCQ 先輩にもならないでねその日常生活を送ってるのを許せないとかいうね、要するにそのあの戦争のこう、まあ、落とし前をつけようというのがねこのテーマなわけですよ。でまあやってることはめちゃくちゃだけど、ある意味で僕の話はね非常にこう重いテーマだなと思うのは、あの戦争って一体その何のためにやったんだろうかということが彼を含むその戦争に行った人々にとってこう未だに納得できないということがね、僕はこの戦争の非常に本質的な問題だと思うんですね。というのは例えば同じ戦争でも太平洋戦争では、まあ、日本側が230万人死んでアメリカが10万人しか死んでないわけですけど、まあでもアメリカの10万人死んだ兵士はねアリントン墓地に名前が刻まれてデモクラシーのために死んだんだという、要するに意味のある
興師として尊敬されてるわけでしょ。とか日本の230万人は、まあ、一応靖国神社にはいるけど、なんか非常にこうね、それを首相が参拝すること自体がこうけしからんことだみたいな感じがあって、どうもその報われない首相であると。つまりね、その太平洋戦争、まあもちろんその死に方もひどいんだけども、一番大きな、いまだにね、そのいわゆるナショナリストの人たちがこだわっている問題は、その自分たち の、 そのお父さんとかなんかがこう死んだ戦争っていうのは、こうそれなりに意味のあるものだったと思いたいわけですよね。でこれは非常にこう人間の感情として大事な感情で、いわゆるまあサンクコストって言えばそれまでなんだけど、でも人々の中に自分なりその家族の死というものにこう意味を見出したいっていう、こう意味とか何かこうアイデンティティとかね、そういうものって人間にとって非常に大事なので、そういうものをこう失ってしまったということが、このまあ奥崎なんかのね、こういう変な行動、突飛な行動にこう現れてるという気がするんですよ。でじゃあね、そのなぜその目的のない戦争をあれだけ長期にわたってやってしまったのかと、まあ、日中戦争から7、8年ね、こうほとんど目的のない意味のない戦争を続けちゃったわけですよね。でここにね、どうも僕は日本のこの戦争のね、一番大きな問題点があるんだろうと思うんですよ。まあ、その例えば満州事変ぐらいまではね、あの陸軍の中でもそれなりに戦略的な意味があったわけですよね。まあその国際法的な戦略、あの侵略だと言われるかもしれないけれども、その日本が、まあ、そのある程度ロシアに対してですね、その共闘を築くというそれなりの意味があったんだけど、そこから南下して中国に行くって全然意味がなかったし、まして南方は、ね、中国の補給のために過ぎなかった。でそこにアメリカがね、石油禁止だからアメリカに戦争します、まあはっきり言って全く計画してない戦争なんですね。だからもうそれもあの 飢え死にしちゃったり、もう人肉食ったりめちゃくちゃになるわけですよね。だからその、まあ、今日まさにその人肉がテーマなんだけども、まあ、人肉食うっていうのはものすごいショッキングなことではあるけれども、そういう戦争をやった軍隊ってもうほとんどないわけですよね。それはやっぱりそのちゃんと目的があって、長期的な戦略があって、補給をある程度段取りして戦争すれば、そういう死に方をすることはないわけですから、一番大きな問題はやっぱり日本軍が非常に行き当たりばったりな戦争をねずっとやってきたと。まあ、それこそ満州事変のあと32、3年頃からね、南下し始めてからもう10年以上ね、行き当たりばったりに戦線を拡大してきたと。でここにね、非常にこう日本軍の大きな欠陥があって、それはまあややガーデンイースで言えば、今のね日本の企業の戦略がないとかよく言われることとも似てると思うんですけど、根本的な問題は何かというと、やっぱりこう全体をコントロールできる人はいないということだと思うんですね。でこれはまあよく言われることなんだけども、そのいやそんなにね、そのなんていうかな、どこの国でも起こることではないと思うんですよ。っていうのは、例えば今問題になっている韓国でね、その大統領 の、 そのなんか悪口言った産経の記者がね、起訴されたって騒ぎになってるでしょ。あれなんかは韓国の検察が大統領の意を受けてその起訴するという、まあそれは民主主義の国では普通ないことなわけですけど、ああいうことは日本で起こらないわけですよね。つまりその中立であるべき官僚が、その権力者の意向を忖度して国民を起訴する、処罰するというためには、権力者が何かをしてほしいと思わなきゃいけないわけでしょ。とは日本の天皇ってもう一度もそういうことを口にしたこともないし、そういうことをしてはいけない存在なわけですね。天皇っていうのは常に下からお伺いを上奏されて、それについていいか悪いかっていうことは言うけれども、天皇がこれをしてほしいって言ったことは一度もないわけですね。つまりね、これはね、君主というふうに名前がついてるけれども、実は全然君主じゃないわけですね。要するにそのもうある種の日本型デモクラシーってね、丸山もそう言ったけど、みんなの意見をこうまとめるこう最後のなんていうか、こう空白のね、こう巨匠点みたいなもんで、要するに実は決めてるのはこう現場の人々が決めてるわけですよね。だから戦争になっちゃうと、要するにその誰かがどこへ
その宣戦布告してどこへ行けとかね、そのどの部隊を生かしてどの部隊はもう捨てるとかいう判断誰もしないわけですね。みんなが自分とこの部隊は生き残れると思っていくから全部やられてしまうというのが日本軍の特徴的な巻き方 で無計画だから補給も効かなくなってしまうと。つまりね、やっぱりその全体を見る人がいない構造になってる。でこれはあのちょっとその日本の特殊性っていうのをね、また逆 その中国と比べてみると分かると思うんですけど、中国は逆に皇帝がものすごく絶対的な権力を持ってて、もう、まあ、伝統的に何億人っていう、ね、人たちを一人でこう統治してたわけだから、逆にその一人から見ると末端の国民は全く見えてないわけですね。だからもう末端の方は適当に、うん、もう好きなことやってるから、その上の方からそのいわばその人たちを搾取するっていう形、トップダウンになってる。日本の場合は完全に逆で、非常にこうタコツボ的な小さなコミュニティが非常に自立性が強くて、上の方は天皇っていうのはいるけどいないと。そういう形の国っていうのが戦争をするというのは、やはり非常にそのやっぱり戦争には向いてない国なんだなと。でね、やっぱりこの戦争をその振り返るときにね、何かこう日本軍が悪いことして国民は被害者だったみたいな、あのなんかそういうね、戦後ずっと続いてきたそういう歴史観ではね、わからないと思うんですね。つまり意思決定の仕方の中にかなりこう大きな問題があるんじゃないだろうかと、うん、いうことが、この映画も含めてですね、まあ、日本軍のこう悲惨な体験っていうのはたくさんあるわけですけれども、それをね、なんかこう単に軍がめちゃくちゃやったとかね、なんかもう慰安婦強姦したとか、もうそういうね、非常にこうワンパターンの軍が悪者だみたいな話ではこの問題はわからないし、逆に言うと日本軍の問題がここで、じゃあ日本軍がいなくなったら完全に日本から消えてなくなったのかっていうと、僕はそうじゃないだろうと思うんですよね。日本の今の皆さんの会社の中にも、この日本軍のおかしな失敗の体質が残ってるんじゃないだろうかというのが今日のテーマであります。